ボーンコの古城戦は、米戦争の最終盤1814年12月14日に、ルイジアナ州ボーンコで起きたイギリス海軍とアメリカ海軍の間の古城戦である。イギリス軍はニューオーリンズに侵攻する途中だった。1814年9月、イギリス軍はアラバマ州のモービルを占領することで、ミシシッピ側に向かう陸からの交易ルートを遮断しようとして、 ボーヤートリデを攻撃したが失敗した。イギリス軍は次の作戦としてニューオーリンズを攻撃することに決めた。アメリカ軍はイギリス艦隊がルイジアナ州に近づいてきているという警告を受けるようになった。その警告はニューオーリンズ戦隊のダニエル・パターソン大将のもとにも達し、即座に州内の水路と港を守るために海上のあらゆる種類の戦力を集め始めた。 アレクサンダー・コクラン提督指揮下のイギリス海軍が12月9日にルイジアナ海岸沖に現れた時、パターソンはトマス・アップ・ケイツ・ビ・ー・ジョーンズ海軍隊員と小さな船体をボーンコのパトロールに派遣した。この船体はジェファーソン級砲艦5隻第156号、第163号、第5号、第23号、第162号と ジョンソン航海士の指揮するスクーナーアセスシーホース、補給艦として機能するスループオブウォー2隻、アセスアリゲーターとアセスティックラーで構成されていた。砲艦第156号がこの船体の機関であり、長射程24ポンド砲1門、12ポンドカロネード砲4門、旋回砲4門を搭載していた。乗組員は41名だった。船体全体では、 乗組員245名、長射程砲16門、カロネード砲14門、榴弾砲2門、旋回砲12門になった。イギリス海軍北アメリカ艦隊総司令官、アレクサンダー・コクラン海軍中将は、ペンサコーラにいた HMSC ・ショア、HMS ・アーマイド、HMS ・ソフィーに、ボーンコに向かうよう命令した。これら艦船は、湖の奥、 輸送船停泊地から60マイルにあるバイユーカタラン、すなわちドペシュールに向かった。そこはニューオーリンズ攻撃のための上陸点になる予定だった。イギリス艦3隻がキャット島を過ぎるときにアメリカ砲艦2隻が攻撃してきた。さらにマストに登っていた見張りが他の3隻も目撃した。この船体が12月11日に到着したとき、コクランは アメリカ艦を借り出すことに決めた。コクランは、イギリス艦隊のすべてのボートを、ソフィー艦長のニコラス・ロッキア外軍中佐のもとに集め、アメリカ船隊を探して、これを打ち破るよう命令した。それらのボートは、HMS トナン、HMS ノージ、HMS ベットフォード、HMS ロイヤルオーク、HMS ラミリーズ、HMS アーマイド、HMS サイドナス、HMS シーショア、 hms トレイブ、hms ソフィー、hms ベルプール、hms ゴーゴン、hms マンリー、hms メテオから集められた。イギリス軍はロングボート、ランチ、バージ42隻に、それぞれ12あるいは18あるいは24ポンドカロネード砲を乗せ、3隻のギングには、それぞれ、長射程精度を12ポンド砲を乗せた。この部隊は、 水兵と海兵合わせて1200名ほどになった。12月12日夜、ロッキアの指揮するイギリスボート部隊がボーン湖に入った。そのボーン湖に入る前にアメリカ軍のスクーナーシーホースと遭遇していた。シーホースは米セントルイスにある弾薬庫がイギリス海軍に捕獲されないよう、それを破壊する任務で出てきていた。このスクーナーは騎士の砲台からの援護を受けながらロッキアの ロングボート2隻と戦ったが、その夜にイギリス艦隊本隊からの捕獲を免れるために、自ら火を放った。イギリス軍は約36時間漕ぎ続けた後、マルフールー島と本土のポイントクレアの間にある海峡を塞ぐように列を作ったアメリカ艦5隻を発見した。イギリス軍が近づいていきながら、アリゲーターを指認し、即座に、 ロバーツ指揮下のロングボート数席を送ってその行く手を遮断し速やかにアリゲーターを捕獲した。12月14日朝10時、ボート軍はセントジョセフ島から大砲の庁舎邸内に接近していた。この時点でロッキアはボートの乗組員に朝食をとるよう命令した。ロッキアはボート軍を3つの部隊に編成した。自身が第1の部隊を指揮し、 マンリーのモントレサーに第二の部隊をメテオのロバーツに第三の部隊の指揮を任せた。イギリス兵は朝食を済ませるとオールに戻り敵に近づいていった。主たる戦闘は十時半に始まった。砲艦のアメリ兵はイギリスのボートがこぎ寄せてくるのを見てまだボートが遠い位置にある時から砲撃を始めた。イギリス兵は強い潮に逆らい、砲弾や 武道弾にさらされながら漕ぎ進んだ。アメリカ軍は両軍が接近する以前にできる限りの砲弾を撃ち込んだ。攻撃してきたロングボートの2隻を沈め、他の多くにも損傷を与えた。その過程で多くのイギリス兵を死傷させたが、その中にはロッキアのボートの乗組員が多かった。両軍が接近し、イギリス軍水兵と海兵がアメリカ艦に乗り移り始めた。 ロッキア自身もジョーンズの艦である砲艦第百156号に乗り移った。それに続く白兵船では両軍兵がカットラス、パイク、銃剣、マスケット銃を使った。ロッキアもジョーンズも重傷を負った。イギリス軍は砲艦第百156号を捕獲し、その大砲を他のアメリカ艦の方向に向けた。その砲撃で他のアメリカ艦捕獲にも貢献した。 イギリス軍はアメリカ艦を1艦ずつ捕まえていった。アメリカ艦全体に乗り移って捕まえるのに5分間しかかからなかった。小さな50トンのスループティックラーは包艦5隻の背後すぐに停泊しており、戦闘の様子を観察していたが、ジョーンズの命令が出ていたので戦いには加わらなかった。イギリス軍がアメリカの包艦すべてを捕獲したのをその艦長が見ると、 船に穴を開けさせ、さらに火をつけた。その乗組員が救命ボートでニューオーリンズまで逃げたのか、あるいは捕まったのか明らかではない。この戦闘は全体で2時間ほど続いたが、白兵戦になってからはほんの5分間だった。イギリス軍は次第に数で優勢になってアメリカ兵に降伏を敷いたが、アメリカ軍もかなりの損傷を与えた。 イギリス軍は湖の支配権を取ったが時間がかかったためにアメリカ軍のアンドリュー・ジャクソン将軍には防衛のための時間を与えてしまった。アメリカ軍は砲艦とスループ艦を失い6名が戦死、35名が負傷、86名が捕虜になった。イギリス軍がカウントしたアメリカ軍の損失は戦死10名、負傷35名。 捕虜86名だったが、アメリカ軍によれば、戦死、負傷、捕虜合わせて60名だった。ジョーンズは3ヶ月間戦争捕虜になった。後に、その勇敢さと、イギリス軍の進軍を遅らせた功績で表彰された。ボーンコ・ニューオーリンズとその周辺を示す地図イギリス軍の報告書では、戦死17名と負傷77名であり、そのうち数人は後に死んだ。 ロッキア大佐も負傷者に入っていた。イギリス軍はロングボート2隻を沈められ、他にも損傷を受けていた。当初アメリカ軍はイギリス軍が300名ほどが死傷し、4隻のボートが沈んだと主張していた。コクランは捕獲した船体を評価して36門のフリゲート艦に相当するとし、ロッキアはその傷が許す限り速やかにその指揮に当たるよう指名した。 モントレサーが指揮官代行となった。1815年3月、ロッキアは海軍大佐に昇進を受けた。イギリス軍は捕獲した砲艦5隻を HMS アンブッシュ、HMS ファイアブランド、HMS デストラクション、HMS ハーレクイーン、HMS イーグルの名で収益させた。これらの艦のいくつかは1815年6月までイギリス海軍の現役に泊まり、 少なくとも一石はその先まで使われた。ボーンコはイギリス軍がニューオーリンズを攻撃するために備える上陸地帯になった。ニューオーリンズ市民がボーンコの海戦のことを知った後で市民の間に強行が広がったのでアンドリュー・ジャクソンは戒厳令を宣言した。1847年イギリス海軍はこの戦闘の生存者に1814年12月14日 ボート従軍と記した、従軍省の留め金を制作した。生存者205名のすべてがそれを要求した。ありがとうございます。